水溶液中の臨死室によって形成される様々な構造の断面模式図。丸は浸水性頭部、波線は脂肪酸アシル側鎖。生体膜、または細胞膜は細胞を外部環境から分離したり、細胞内区画を形成する選択的透過性の膜である。深刻細胞膜の形の生体膜は化学物質やイオンの伝達や輸送に使われる。 膜内在性あるいは膜表在性のタンパク質が埋め込まれた臨脂質二重層によって構成されている。細胞膜に含まれる大量の脂質は生理学的機能を果たすためにタンパク質が回転したり横方向に拡散したりするための流体マトリックスを提供する。タンパク質は脂質二重層の高い膜流動性環境に適応しており内在性膜タンパク質の表面に 脂質分子が強固に結合した環状脂質シェルが存在する。細胞膜は粘膜、基底膜、小膜のような細胞の層で形成される隔離組織とは異なる臨脂質二重層の流体膜モデル。細胞の細胞膜はタンパク質やコレステロールを含む様々な異なる分子成分を含む臨脂質二重層である。脂質二重層は 外側のコバと内側のコバの二つの層で構成されている。二重膜を構成する成分は二つの表面間で不均等に分散され、外面と内面の非対称性を生み出している。このような非対称な組織は細胞シグナル伝達などの細胞機能にとって重要である。生体膜の非対称性は膜の二つのコバの異なる機能を反映している。 ン脂質二重膜の流体膜モデルに見られるように膜の外側の小場と内側の小場はその組成が非対称である特定の種のタンパク質や脂質は膜の一方の表面だけに存在しもう一方の表面には存在しない原型質膜と内膜の両方に細胞質ゾル面と細胞質外面があるこの廃校は細胞膜輸送の間も維持され小胞体や ゴルジ体の内空に面したタンパク質、脂質、糖素は原型質膜の外面に発現する。深核細胞では、小胞体膜の細胞質に面した部分に結合した酵素によって新しい臨脂質が作成される。有利脂肪酸を基質とする、これらの酵素は新しく作られたすべての臨脂質を二重層の細胞質ゾル側の半分に沈着させる。 膜全体を均一に成長するためには、新しい臨死室分子の半分を反対側の単分子層に移す必要がある。この移動はフリッパーゼと呼ばれる酵素によって触媒される。原形質膜では、フリッパーゼが特定の臨死室を選択的に移動させることで、それぞれの単層膜に異なる種類の臨死室が集中する。ただし、選択的フリッパーゼを使うことは、 脂質二重膜の非対称性を作り出す唯一の方法ではない。特に動物細胞の中で最も顕著で一貫した非対称分布を示す脂質である糖脂質については異なるメカニズムが働いている。生体膜は素水性微部と浸水性頭部を持つ脂質で構成されている。素水性微部は炭化水素微部であり、その長さや飽和度は 細胞の特徴を把握する上で重要である。動物細胞においてはコレステロールが、植物細胞においては、シトステロールが、かなりの割合で存在する。リン脂質の種類としては、グリセロール骨格を有するグリセロリン脂質と、スフィンゴシン骨格を有するスフィンゴリン脂質にだいぶ、される。グリセロール脂質の中では、ホスファチジルコリン、ホスファチジルエタノールアミン、 ホスファチジェルセリンなどが種である。スフィンゴリン脂質の中ではスフィンゴミエリンが種である。脂質ラフトは脂質種とタンパク質が膜内のドメインに凝集することで生じる。これらはシグナル伝達などの特定のプロセスに関与する膜成分を局所的な領域に組織化するのに役立つ。赤血球は独特の脂質素性を持っている。赤血球の二重層は コレステロールと臨脂質が重量比で同じ割合で構成されている。赤血球膜は血液の凝固に重要な役割を果たしている。赤血球の二重層にはホスファジジルセリンがある。これは通常膜の細胞質側にある。しかし血液凝固の際は使用するために外膜に反転される。臨脂質二重層には様々なタンパク質が含まれている。 これらの膜タンパク質は様々な機能や特徴を持ち、様々な化学反応を触媒する。内在性膜タンパク質は膜の両側に異なるドメインを持ち、膜にまたがっている。内在性膜タンパク質は脂質二重層と強固に結合しており、簡単に外れることはない。それらは膜を破壊する、化学処理によって乖離する。 氷材性膜タンパク質は内在性膜タンパク質とは異なり、二重層の表面との相互作用が弱く、膜から要因に乖りする可能性がある。氷材性膜タンパク質は膜の一方の面だけに存在し、膜の非対称性を生み出す。オリゴ糖は糖を含むポリマーである。膜では、それらは脂質と共有結合して糖脂質を形成したり、 タンパク質と共有結合して、糖タンパク質を形成することができる。膜には、糖脂質と呼ばれる糖を含む脂質分子が存在する。二層層の中では、糖脂質の糖元は細胞表面に露出しており、そこで水素結合を形成することができる。脂質二重層における非対称性の最も極端な例は、糖脂質である。糖脂質は、生体膜において、 細胞認識や細胞間接着など、主に伝達性に関わる膨大な数の機能を果たしている。糖タンパク質は内在性膜タンパク質である。それらは免疫応答や保護において重要な役割を果たしている。臨脂質二重層は水溶液中で膜脂質が凝集して形成される。凝集は疎水性の末端が互いに接触し、自ら隔離される。 疎水効果によって起こる。この配置により、浸水性頭部と水の間の水素結合が最大化する一方で、疎水性微部と水の間の不利な接触が最小に抑えられる。利用可能な水素結合が増えることで、システムのエントロピーが増大し、自然発生的なプロセスが生成する。生体分子は良心倍性であり、すなわち疎水性と浸水性を同時に持っている。 臨脂質二重層には極性のある水と相互作用する過電信水性頭部元がある。また各層には素水性微部があり、相補層の素水性微部と接触する。素水性微部は通常長さが異なる脂肪酸である。脂質、特に素水性微部の相互作用が流動性などの脂質二重層の物理的特性を決定する。細胞内の膜は通常。 密閉された空間や区画を形成し、その中で細胞は外部とは異なる。科学的、または生、科学的環境を維持することができる。例えば、ペルオキシソームの周りの膜は、細胞の残りの部分を加酸化物、つまり、細胞に有害な化学物質から保護し、細胞膜は細胞を周囲の媒体から分離する。ペルオキシソームは、 細胞内に存在する液法の一つで、細胞内の化学反応による副産物を含んでいる。ほとんどの細胞小器官は、このような膜によって規定されており、膜結合型細胞小器官と呼ばれている。おそらく生体膜の最も重要な特徴は、選択的に透過性の構造であることと言える。つまり、それを通過しようとする原子や分子の大きさ、電化、 およびその他の科学的性質によって、それが成功するかどうかが決まることを意味する。細胞や細胞小器官を周囲から効果的に分離するためには、選択的な透過性が不可欠である。また、生体膜には、必要に応じて、形状を変えたり移動したりすることができる、ある種の機械的、または男性的な特性もある。一般に、小さな素水成分子は、 単純な拡散によって容易に臨死室二重層を通過することができる。細胞機能に必要だが膜を横切って自由に拡散できない粒子は膜輸送タンパク質を通って入るかまたはエンドサイトーシスによって取り込まれる。エンドサイトーシスでは膜の上に液胞が結合しその内容物を細胞内に押し込むことができる。細胞を外部環境から隔てる特殊な 原型質膜には多くの種類がある。例えば、超短膜、側底膜、シナプス小胞膜、弁毛膜、専毛膜、微重毛膜、四条加速及び、養生加速の膜、筋細胞のサルコメや、神経細胞の特殊なミエリン膜や、樹状突起膜など、原型質膜はまた、壁裏、シナプス鉱膜飛行、ポドゾーム、新純突起、デスモゾーム、 ヘミデスモゾーム、接着藩、細胞接合部など、様々なタイプの腸膜構造を形成することができる。これらのタイプの膜は、脂質とタンパク質の組成が異なる。異なる種類の膜も細胞内小器官を作り出している。エンドソーム、活面小胞体および、素面小胞体、小胞体、ゴルジ体、リソソーム、ミトコンドリア、各、ペルオキシソーム、液胞、 細胞質下流、細胞症法及び分泌症法。生体膜はその種類によって脂質やタンパク質の組成が異なっている。膜の内容はそれらの物理的及び生物学的特性を決定する。膜の構成要素の中には薬物を細胞外に送り出す排出ポンプなど医学において重要な役割を果たしているものがある。 リン脂質二重層の素水性コアは脂質微分の結合を中心に回転するため常に動いている。二重膜の素水性微分は折れ曲がって互いにロックしている。しかし、水との水素結合により浸水性頭部元は回転や移動が制限されるため動きが少なくなる。その結果、浸水性頭部に近い部分の脂質二重層の粘度が増加する。点位4度以下では 移動性の高い脂質の動きが少なくなり、脂質二重層は流動性を失い、ゲル状の個体になる。この転移温度は、炭化水素差の長さやその脂肪酸の飽和度など、脂質二重層の構成成分に依存する。細菌や冷血生物にとって、温度依存性のある流動性は重要な、生理学的特性を構成する。これらの生物は、温度の違いに応じて、 膜脂質の脂肪酸素性を変化させることで一定の流動性を維持している。動物細胞では膜の流動性はステロールコレステロールの含有によって調整される。この分子は特に原形質膜に多く存在し膜中の脂質の約20重量パーセントを占めている。コレステロール分子は短くて硬いので不法は炭化水素の微ブのねじれによってできた隣接する。 ン脂質分子間のスペースを埋める。このように、コレステロールは二重層を固くし、透過性を低下させる傾向がある。すべての細胞にとって、膜の流動性は多くの理由で重要である。これにより、膜タンパク質が二重層の平面内を素早く拡散し、例えば細胞シグナル伝達において、重要な相互作用を行うことができる。膜脂質やタンパク質は、 合成されて二重層に挿入された場所から細胞内の他の領域に拡散することができる。膜同士を融合させて分子を混ぜ合わせたり、細胞分裂の時に娘細胞間で膜分子が均等に分配されることを確実にする。もし生体膜が流動的でなければ、細胞がどのようにしていき、成長し増殖できるのか想像もつかない。ありがとうございます。